推薦入試よくある質問、6つ目、AO 入試の選考方法は。はい、これはですね、大学ごとによってかなり様々です。ただし1点だけもうほぼほぼ確実なものがありまして、それはまず書類を書くということ。まあ書類というのは志望理由書であったりとか、自己推薦書であったりというのではありますが、書類を書いてそれをベースにして面接を受ける。この2つはほぼほぼどの大学も課していく、そういう内容になってます。そしてその後ですけれども、あとは大学ごとのバリエーションがいろいろありまして、小論文を課したりとか、実技試験があったりとか、まあいろいろありますが、もう何度も言うように大学それぞれによって、違ってきますので、十分なリサーチをしていただければと思います。以上です。